白根は、しそかシロ根属の多年層。地下茎は白く、計1トル以上に肥大し、横に伸びる。茎は、地下茎から直立し、太い四角形で、高さは80から1 2 0トルになり、枝分かれはしない。節の部分がやや黒色になり、白い毛が生えるが、節以外の部分に毛はない。葉は、やや密に耐性し、傭兵がないか、短い柄があり。 葉芯は高皮芯型から強調楕円型で、長さ8から15センチメートル、幅1.5から4センチメートルになり、上部のものは次第に小さくなる。葉先は鋭く尖り、円には荒い巨子がある。葉の質は硬く、毛がなく光沢がある。花期は8から10月。上部の核溶液に小型の花を蜜につける。は長さからミリメートルになり、 中ほどまで5列し、列辺は細く先は、非常に鋭く尖る。果敢は白色で、長さ約5ミリメートル、頭部が短い神経で、上唇が2列し、上唇よりやや長い下唇が大きく3列する。有水は2個ある。個体によって、有水が長く下中が短いものと、その逆のものがある。果実は4個の分化で、分化は、 長さ2ミリメートルの幅の広い草木型になる。日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、池、沼の水辺やほとりに広がる湿地に生育する。世界では東アジア、北、アメリカに分布する。白根の意味で地下茎が太く白いので白根という。晩秋から初冬にかけて白い地下茎を掘り取って食用とする。れいに洗って、 泥を落とし、熱湯で茹でてから、味噌に、辛子マヨネーズなどで食す。生のまま、天ぷら、バター炒め、フライ料理などにも利用できる。ありがとうございます。